ぴょんちゃん群は大韓民国関温度の軍2018年当期オリンピックパラリンピックの開催により、世界的にその名が知られるようになった。2024年当期ユースオリンピックの開催地の一つでもある。竜兵スキーリゾート関温度の南部に位置する。大白山脈が走り、五大山、初盛山、仮盛山などの山に囲まれている。 海抜1458メートルの初盛山の、麓には、スキー場のある、流兵スキーリゾートがある。自然環境を楽しむ観光者が多い。古代の朝鮮半島における三国時代において、この地は、高栗の領域であり、イクカラス県と称された。その後、白木による三国統一を経て、白木の領域になると、白カラス県に解消され、 高麗時代になって初めて今日にもつながる、ピョンチャンという地名になった。ピョンチャン郡の開業制区域、大関霊地区は標高850メートルから1470メートルに位置する高原地帯で、冬は非常に寒さが厳しく、韓国最館の地とされる。高地のために夏は涼しい。韓国では、移領島を除けば、最も降雪量が多い地域で過去、 最新積雪として1989年2月26日に1 8 8 8トルを記録している。しかし2000年代の平均積雪深は2 6 9トルとなっており、減少傾向にあり、むしろ寒冷な冬型の気圧配置が続くと、雪が積もるよりは快晴で零下20度を下回るような低温をもたらす。さらに、強風が吹きやすい地域で、 体感温度を押し下げる。ピョンチャンで気象台が設置されているのは標高832メートルにある大関峰であり、ここの気温がピョンチャンの気候とされるが、ピョンチャンの中でも標高が下がるにつれて気温は上がって寒さは緩やかとなる。自然環境を活かした観光産業のほか、高原野菜、蕎麦、朝鮮牛などの畜産が盛ん。 日本海で採れるスケソーダラを干したファンテも特産品の一つで、このファンテはもともと北朝鮮の料理である。現在では、韓国国内の70%以上のファンテが、ピョンチャンで作られている。朝鮮民主主義人民共和国のピョンヤンと発音が似ており、実際にピョンチャンと間違えて、ピョンヤンを訪れる例もあった。ありがとうございます。